っしゃ、到着ですね。ここら辺にしましょう。港南ですね、朝9時から営業してる。いたしました、港南中央林間店ですね。それでは終了したいと思います。はい、ただいま港南中央林間店に来ております。次は 1.1 キロ離れた蔦屋書店の大和下鶴間店に行ってみたいと思います。ただいま9時25分なんですよ。でちょっとね、時間がね今早い関係で、もうこの時間帯から開いているところを探してるんですけど、まあ、今見たら蔦屋書店、大和下鶴間店は9時から営業してるみたいなんで、とりあえず行ってみたいと思います。 1.1 キロか。ちなみに、上に上がる階はまだ開いてなかったです。ちなみに駐車料金は無料でした。いつも使ってるスマホとは違うやつでね、今ね撮ってるんですよ。スマホのねメインの撮影用のやつが容量いっぱいになっちゃってね、まあ、ちょっと違うやつで撮って、違うやつというか撮ってるんですけど、およそ300メートル先中央林間を右方向です。まもなく中央林間を右方向です。ほんじゃ、まあ一旦終了したいと思います。